で聞きや。父ちゃん、早起き。花火大会に手出さんとき。ただ改心したいっちゅうんなら、おどけながら子供たちの前で鬼のふりして花火大会を盛り上げてくれたら見逃してやっても。よいみや、もうとっくに行っちゃったよ。